どうも皆さんこんにちは、こんばんは、パパテラです。今回なんですけども、公式発表をまとめ、パッケージ版は4月12日に発売決定というわけなんですけれども、まず公式のニュースワイヤーが更新されました。で、今週の期間というのは4月の7日の17時頃までです。今まで18時半とかにクイックアップデート来てたんですが、まあおそらく17時半ぐらいにはね来るんじゃないかなと思います。で、今回ねお得な内容が結構あるんですが、初心者さん向けかなと思います。で、一つ大きなお知らせとなるのは、この PS5 限定での拡張版 GTA5 がパッケージ版ですね、要はディスクで販売される、これが4月12日に決定しました。まあ、今後ね通販サイト、例えば Amazon とか楽天とかそういったもので販売されるんじゃないかなとは思いますけれども、現時点この収録をしている時にはまだ販売はされていませんでした。またストリートレースシリーズの名声レベルが報酬2倍となっていたようです。このあたりはねクイックアップデートまとめではちょっと抜けていたかなと思います。またハオのスペシャルワークスのレーシングスーツも 20% オフということになっています。まあ割引とか報酬アップ、詳しくは説明欄のクイックアップデートまとめを参考にしてください。今週はサバイバルが報酬2倍、そしてラマーのミッションが報酬2倍で初心者さんも稼ぎやすい。またビジネスとですね、地下基地の銃器密造、この売却が報酬2倍になっていてかなり稼ぎやすくなってるし、極秘貨物も、報酬2倍となっているので、オフィスを散らかしやすい状態になっています。で、なんといっても LS 会場の景品がイタリ GTO ということで、本当に最短7、8分ぐらいでねゲットできる簡単な条件になってますので、初心者さんは必ずイタリ GTO は今週ね手に入れといた方がいいかなと思います。で、さらにね割引でまだまだね抜けていた部分がちょっとありました。っていうのも武器なんですけれども、武器のところ2種類 50% オフ、そしてカスタムも 50% オフっていうのがありますので、これ初心者さんね見逃さないようにしてください。カービンライフルっていうのとアサルトライフルっていうのが本体 50% オフ、さらにそのカスタムが 50% オフということで、ちょっと武器屋に行ってみたいと思います。で、ランクが低すぎると武器買えない部分あるんですけれども、武器屋の正面の棚で右十字キー、そして上の方にアサルトライフル、これが半額になっています。まあ結構ね武器全然揃ってないなっていう人にとってはかなりお得かなと思います。で、ドラムマガジンとかフラッシュライトとかスコープとかサプレッサーありますけども、フラッシュライトはつけなくてもどっちでもいいかなと。で、例えば色を変えたいなっていう場合、これは強さに関係ないんですけれども、これが割引となっていて、カービンライフルはランク42でないと解除できなかったので、ちょっと見せることはできませんでした。なんですけれども、武器全然ない人ってはいいかなと思います。では公式の案内の方で、パッケージ版これ4月12日って書いてあって、まあ、価格がねまだ出ていないと。で、ここ見てみたんですけれども、まあ、案内通りねいろいろね進んでみたんですけれども、結局まあダウンロード版の案内しか今のところ出てないので、まあ、今後ね Amazon とか楽天とかでは出てくると思うんですけれども、まあおそらくダウンロード版は今ね3ヶ月間無料だったりとか、または拡張版がね割引だったりとか、かなりお得になってるので、パッケージ版はダウンロード版に比べて高くなっちゃうんじゃないかなと思います。パッケージ版で購入した場合のメリットとしては、いらなくなった時に売却ができるっていうところかなと思います。ここからは高額ソロお金稼ぎを紹介していきたいと思います。PS5、Xbox シリーズ XS 限定のハオスペシャルワークスタイムトライアルは今週はこの位置にあり、まあ、かなり田舎の方からスタートするんですけれども、ゴール地点はアリーナの方に向かいます。では例えば乗り物、とりあえずね白鳥ドラッグとかでいいと思うんですけれども、これ必ずねハオスペシャルワークスの車両じゃないとできないので、まあこの白鳥ドラッグが一番おすすめかなと。で、右十字キーを押すとアリーナの付近がゴール地点となってます。で、ルートなんですけれども、まあ、ほぼほぼルートね、まあショートカットしなくてもいいかなと、もしくはこのアリーナの前あたりを通るようなパターンでなるべくまっすぐ走るっていうぐらいかなと思います。では三角長押しでリスタートです。これ1回限りの報酬となってます。開始するときにちょっとだけねショートカットするために斜めでスタートします。で、これ夜やりづらい場合は、まあ、昼間とかにやった方がいいかなと思います。で、このあたり段差引っかかんないように注意してください。このあたり物もありますのでぶつからないように注意。あとは白鳥ドラッグの場合、前かがみでスピードアップしますので、なるべくスピードを出すと。とにかく速い車、ハオスペシャルワークスの車もしくは白鳥ドラッグかなと思います。で、ここもルート通りで行くんですけれども、ここだけ右にギュッとね曲がるので、ちょっとブレーキかけた方がいいかな。で、このあたりは全部ね前かがみでずっとダッシュしていきます。一
たすらアリーナの方まで向かってください。また車を追い越すときは真ん中とかを通るんじゃなくて左ギリギリを通るなどをすると、まあ、野良車両が変な動きをしても当たりにくいかなと思います。この辺りからルートを外れていきます。でアリーナに一直線なんですが、標識とか結構ありますのでぶつからないように注意してください。またこの辺りね、縁石とか、まあ、段差とか結構あるので、画面の真ん中から上ぐらいよく見ながら、対向車とかねよく見ながら、すり抜けてください。で最後ゴールなんですけれども、この辺りもね焦らず、時間はたっぷり余るような感じで20秒以上余っちゃうんじゃないかなという感じで、報酬は25万ドルです。1回限りの報酬となっているので、まあ、確実にね1回はねチャレンジして、ゲットしてみてください。こういったお金稼ぎをした後は必ずスタイル変更などをして、画面の右下に黄色のくるくるセーブアイコンを出してください。続いて全機種共通のタイムトライアルです。今回サイプレスフラットということで、これスタートした時からいきなりショートカットしますので、このトタンを爆破して、どかしてください。でここからスタートなんですが、まあタイムトライアルで向いているのはおそらくね、白鳥ドラッグ、または翔太郎、それからバティでもギリギリいけるかもしれません。あと車で言ったら、今回のイタリ GTO もギリギリいけるかどうかかなということで、クリーガーとかデベステイトだったら結構余裕でいけるんじゃないかなと思います。開始したらいきなりルートを外れるんですが、あとはずっとルート通りで、風車があるあたりはこれ左側を通っていき、で途中で右を登ってゴールっていう感じです。三角長押しでリスタート。ではやっていきたいと思います。開始するときに爆破したトタンの方に行くんですが、これまっすぐ行くと物に結構ぶつかりますので注意してください。よーく見てちょっと左に逸れていくような感じですね。でこれも左に逸れていきます。そうするとここ何もないところで道路に出れるので、左のスティックを前にして前かがみで走るようにします。でなるべく左側ではなく右側を走った方がいいかなと思います。で右にねそれすぎると違うルート行っちゃうので注意してください。でここから右にそれます。でここからずっとまっすぐなので、とにかく左のスティックを前に倒してスピードアップ。また、追い抜くときですね、やはりこれも左側でずっと追い抜くか、まあ、真ん中か自分のやりやすい方向にしてください。これたまに右に曲がる車もいますので、右側走ってるといきなり野良車両がいきなり邪魔してくるってことあるので、これ注意してください。まあ、この辺りはいいんですけれども、多分右にね道が出てきたところとかね、いきなり野良車両がギュインって曲がったりとか、まあ、しますので、これ注意してくださいね。で夜がやりづらい場合は基本的に昼間の方がいいかなと思います。まあ、交通量とかも、できるだけね他のプレイヤーの影響を受けないように招待限定セッションとかでやった方がいいかなと思います。でこの辺りからですね、右に行かずルート通りずーっと行ってるんですが、途中から右にギュインと登っていきますので、どこなのかというのを覚えてください。左側にまた高速道路合流してくるような感じになるんですけれども、この辺り木を越したらここでギュインと曲がってください。であとはパワーのあるバイクだったらねグイグイ登れるので、あとはゆっくり転倒しないようにゴール目指してください。1回目の報酬はめちゃくちゃ高額の10万ドルで、2回目以降は2000ドル程度となっています。クリアしたら必ずスタイル変更のセーブをかけて金色のくるくるを出してください。最後3つ目は全機種共通の RC タイムトライアルです。で建設現場2というやつなんですけれども、これはチャレンジするためにアリーナを持っていて、さらに RC カーを持っている必要がありますので、これアリーナ200万ぐらいして、RC カーも150万ぐらいするので、初心者さんはわざわざ購入しなくていいかなと思います。もともと持ってるとか、まあ、この RC タイムトライアルね結構チャレンジしてる人がやるかなっていう感じですね。では右十字キーで開始で、アクションメニューで視点を一番遠くしておくといいです。
全速力で曲がろうとするとひっくり返ったりしますので、曲がる前にはアクセルを離すっていうことをします。でここからですね、パイプにぶつからないように注意、視点もちょっと一瞬見づらくなりますので注意ですね。このあたりかなり減速してます。でここもジャンプした時にちゃんと車体がまっすぐになってることを確認して着地です。さらにこのスロープゆっくり曲がらないと結構落っこちやすいので、これぐらいゆっくりでも大丈夫です。次のスロープもこれ注意ですね。急ぎすぎると落っこちやすいので、ゆっくりこれぐらいのスピードで十分です。時間は余ります。で右に曲がっていく、次に左にグイッと、ターンしていきます。でその後ですね、また建物の中に入っていくんですけども、入っていくときにまっすぐ行かないとここひっくり返ったりします。次に右に行って左、外に落っこちないように注意ですね。このあたりからスピードをアップしていきます。左にターン、このあと10秒前のタイマーがだいたいこのあたりで鳴るんですけれども、焦らず、でここまっすぐジャンプしてください。じゃないとひっくり返ったりします。焦らずゴールで10万ドルの報酬、2回目以降は1000ドル2000ドル程度になっています。というわけで最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録と高評価ボタンぜひよろしくお願いいたします。Smoke weed every day. Hold up.